どうもオスペンギンでーす。さあね、はい、茨城県内にはですね、農産物の直売所、はい、たくさんあります。はいはいはい。というのもやっぱり茨城は農業がすごく盛んですから。そうですよ、ね。そしてですね、はい、今日今いるその直売所はですね、はい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 、行方市の野菜の声という農産物直売所にやってまいりました。はい、来ました。はい、今日はですね、そんなこの野菜の声で、はい、許可を取ったのに、無許可で潜入しているかのような動画を撮っていきたいと思います。ちょっと待ってください。はい、ちょっと言ってることよくわかりません。はい、許可取りました。撮影していいよと許可取りました。店長さん、お店の人撮ったんですよね。はいはい、なのに、なのにさも無許可で潜入して隠し撮りをしているかのような感じで普通に撮ったらいいじゃないですか。スパイのような気分を一緒に味わっていただこうと早速お店の中に入ろうと思います。許可取ったんでしょ。小声で言う必要あるんですか、これ。こんにちは。今バレそうになってました。言ったらバレてるんです。さっき許可取ったんですよ。何型のこの辺の野菜がいっぱいありますよ。安いですね。安い。やっぱ直売所の一番の良さは安さですよ。店員さん見てますよ。いいでしょ、別にね。許可取ったんでしょ。なめがたといえばね、はい、野菜もちろん有名ですけど、はい、漬物もね、すごいんです。はいはい、野菜使った、はいはい、こういうね、たくさんの種類の漬物。一周してみましょう。声ちっちゃいんですよ。一周してみましょう。許可取ったんでしょ。せんべい、やっぱお米がね、美味しいから。なるほど。ちっちゃいよ、やっぱ声が大きい客。こういう試食なんかもあるんで。試食ありますよ。試食にも食べていいんですけど、はい、こっそり食べようと思います。いや、いいです、堂々と。いや、店員さんいますけど、チラチラ見なくていいんだよ。平気だってね。だから堂々試食いいって書いてあんだから、ほらしてくださいって。おいしい、ね、おいしい、おいしい。声張りなさいよ。おいしい、ね、芸人さんリアクションの声立っていいんですよ。あのやっぱらっきょう切る店長が一押ししてますよ。なるほど。じゃあね、ちっちゃい一応ですね、はい、僕今日ですね、実はこれ。いや、ちょっとだから、ちょっとこれ隠れる必要ないんです。これこれこれ、これ大好きなんですよ。はい、ナスのからし漬け、はい、これをこの大平さんのとこが一番美味しいんですけど、はいはいはい、大好きで、これを今日目当てで来ました、はい、このタスのからし漬けを、はい、さも万引きしてるかのような雰囲気で購入します。ちょっと待ってください、意味わかんないです。意味わかんない。ちょっとちょっと買うんですよ、こう普通に。ちょっと万引きなんかしないですよ。知ってます。でも普通に万引きしてるかのような雰囲気で購入します。意味あります、それで。買ってくださいね。ちょっと見守りますね。隠す意味が分かる。
ません。はい、ありがとうございます。350円です。普通に買ってるだけだよ。挙動不審な人が普通に買ってるだけだよ、これ。いやいや、買ってるからね。いや、袋入ってるから。ありがとうございます。いや、ちょっと山中さん、ちょっと山中さん、山中さん、大輔さん、見ましたか、大輔さん。何ですか。じゅーん、大成功。いや、大成功って、じゃあ山中さん、普通に好きな漬物を買っただけですよ、はい、山中さん。はい、ね、大成功もクソもないですよ。でも、なんかやってみてね、はい、確かに意味がないことを今日しました。なんかわかんないけど、はい、謎のスリルが味わえました。ぜひ、ね、野菜の直売所、農産物、ね、茨城たくさんありますから、はい、皆さんいろんなものあるんで買ってください。はい。